魔王令嬢の教育係、勇者学院を追放された平民教師は魔王の娘たちの家庭教師となる。お礼言うします。真の意味での地雷なのでやります。本作は表紙の絵と中身の絵とで、雲泥の差があります。中身はくっそど下手くそですね。表紙についてはカラーであるので、相当にごまかすことができています。しかし中身を見てから再度表紙を見ると、確かに線画自体の下手くそさはわかるので、地雷処理班も格やといった慎重さでもって、本作に挑むのが良いでしょう。ちなみに絵はクソですが話も相当にクソです。最初からトップスピードで生き生きしているのでそこも注目ですね。それでは裏筋から、王立武術魔法学院において、なんだって、武術魔法というカテゴリーがあるんですかね。っていうか学院なんだ。体育大学みたいな、そこで平民の女が10人抜きをしていました。なお何で10人抜きしたのかの説明はないです。とりあえず勃拳で相手を気絶するまで殴る何かで10人抜きをしているようです。彼女は首席だが平民なので将来はクソカスであり他のご令嬢からディスられたりしているのだ。なお彼女の師匠の男実はこっちが主人公は平民出身の教師であり指導力は抜群なのだが、ご令嬢の皆様方は貴族の教師の方にばかり群がり彼は不人気であり、しかもその貴族の教師からも敵視されているのでこの度冤罪を受けて学院をクビになったのだ。なんと貴族の教師の婚約者にして生徒の女生徒が主人公に乱暴をされたと騒ぎ、特に検証をすることもなく全員が信じたのだ。貴族様の言うことは絶対だからね、しょうがないね。なお貴族の教師は彼を敵視しているのでクビになった彼に散々に嫌味を言ってくるが、主人公としてはクビになった今も割とお気楽であったのだ。むしろわざわざ茶番を仕組み、平民相手に向きになる様が笑えると見下し発言をしたのだった。これに貴族の教師は怒り、なんといきなり殴りかかってきました。反撃をすれば牢獄行き確定、勝ったながはは、だがこれを主人公、超早く動くことで回避しさらにそれで勝手にバランスを崩した貴族は、勝手に転びました。勝手に転んだので貴族が奴を捕まえろと騒いでも、さすがに無茶ですよ。と他の人に止められたのだった。そこは冤罪をかけないんだ。さて彼がクビになったことで10人抜きの女がやってくるぞ。彼女の半分は彼でできているので、先生がいない学院などどうでもいいらしいです。だが平民君は人間ができていらっしゃるので、彼女が強くなって偉くなったら自分を雇ってくれと言って去っていきましたとさ。だが実際のところ彼は無職となってしまったのでこれからどうすっかなぁと考えていると、場面が変わり女5人が後日来ると噂の教師の話をしていました。しかも全員やたらと薄着でした。性格もなんか跳ねっ返りみたいっすよ。さてクビになった平民君であるが、冤罪によってクビになったことはすでに皆に知られているらしく、しかしながらなぜか全員がその冤罪を実際にあったこととして捉えているのだ。これによって仲の良かった店の人などもやたらとディスってくるようになったぞ。やれやれ、濡れ衣だと言ったが誰も信じてくれないぞやれやれ。日頃の行いが悪いんじゃない。さらに道を歩いていると酔っ払いに絡まれ物を投げつけられたりしたのだが、魔法できっちり迎撃したから安心。土魔法で相手を縛り上げてフィニッシュです。やれやれ、明日の朝には解けるぞやれやれ。少なくともその行動は犯罪じゃないっすかね。だが現在彼は家庭教師の依頼の手紙を受け取っており、その呼び出し場所が、なぜか山奥の小屋でした。なぜこんなところに呼び出したんだ、と驚きつつ中に入るが、いつの間にやら最初から室内にいたメイドが特に仕事内容を説明することもなく、仕事を受けるなら裏口から出てくれない、と言ってきました。デスゲームの最初か何か、裏口から外に出るとなんと巨大な屋敷の前に移動をしていました。転移魔法らしいです。さてこの巨大な屋敷はなんとお嬢様方の教育のためだけに存在する建物であるらしく、そのため親は一緒に住んではいないのだ。父親は同じだけど全員母親は別らしいぞ。そして教室にて顔合わせをしたところ、なんと羽が生えていたり角が生えていたりしました。そう、彼女たちは魔王様の娘様方なのです。この世界では人間と魔族が争っており、そして彼が勤めていた学園は勇者候補を育成するための機関であったのだ。つまり、
彼は勇者の教育係から、魔王の教育係へとなったのだった、という話ですね。おろろ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 。全員女なら普通に女の教師やとはない。幕破られたらどうするつもりなんやろか。話の経緯はまあ、うんこですね。よくある謎ハーレムラブコメのそれ。ぶっちゃけ謎ハーレムラブコメ自体ジャンルとしては結構色物っていうか看板にはなれない系の、ストレートしか投げられない投手みたいな使い勝手の悪さがあるので、それになろう特有のうなほめいたマネキンヒロインやら雑に入るイキリやらが、過剰に転化されていてはクソになって当たり前だと思いますね。本作のなろう臭さは勇者とか魔王とか五人のうなほとかそういうところではなく、最初のいきなり人に殴りかかってくる貴族の教師とかの、悪役であるために悪役になっている、そういう安直なキャラ付けをされた奴がチンピラめいた沸点の低さで殴りかかるところですね。それを主人公が軽く受け流してやれやれするのとかもいきりなろう臭いですね。それと主人公は冤罪をかけられたぞやれやれ誰も信じてくれないぞやれやれってしているのに、街でチンピラに絡まれたからっていう理由で一般人は使えないっぽい魔法を使って、しかもそれによって朝まで外に拘束をするっていう性格の悪さっていうか倫理観のなさを、バリバリに見せつけてくるのはやはり良くないですね。どう良くないかというと、作者はこの主人公を、とてもいい人で冤罪は本当にただの冤罪なんですよ。それを周りは信じてくれないんです、という風に主張している感じなのですが、先に言ったチンピラを外で朝まで放置するとかいう、そんな常識知らず恥知らずな振る舞いをしていては、誰も信じてくれないんです、が、そりゃ日頃こんなことをしていたら信じる信じないもねえだろってなりますよね。自業自得です。クソなろうでは俺は不遇で追放をされたんだ。っていう要素がたびたび出てきますが、ほとんどの場合において本人の人間性が終わっていたり実際に無能だったり不快だったり、そういう自業自得、残念でもないし当然という要素が入ってくるわけですが、本作もまた、自業自得という言葉がよく似合う自分を客観視できていない愚者の風格があるので、やはりそこがなろう臭いと言える部分ですね。貴族の教師が主人公を嫌ってはいましたが、おおよそ主人公側にも嫌われる理由があったのだと思われますね。さて魔王の娘たちと顔合わせをした主人公であったが、人間ごときに教えをこうなど、ありえないといった様子でツンツンしてくるぞ。だがその様子を見た他の女が、なんかいきなり女に対して魔力を放出してきたぞ。一触即発となった両者の間に主人公が入り、ガニ股出てをクロスさせて止めるぞ。それぞれの女がまとっている魔力と逆の属性の魔力を放出することで実際に攻撃魔法を使っても相殺ができるようにという気遣いであるのだ。なお格の違いを見せつけられた女はいい気にならないでよとまたツンツンするのだったとさ。するとなんか他の女は主人公を蹴ってきました。全然反応できてないじゃんつまんないの。やれやれ、当てるつもりがないことがわかっていたからなんだけどなやれやれ。なお口では言わない。さて実際に彼を雇うかどうかは3ヶ月後に決めるらしいぞ。彼女たちの父親である魔王が、彼女らそれぞれに試験を出しその成績でもって判断をするということだったのだ。まあとりあえず限られた3ヶ月のために動かないとな。というわけで初日は算術の授業をするぞ。プークスクス、自分が弱いからって算術とかいうお勉強でお茶を濁そうとしてるんじゃないのわらわら、よかろう。ではご希望通り体術の授業をしよう。それで納得するのならば別に異論はないぞ。今一番大事なのはこの子たちに俺を認めてもらうことだからな。というわけで体術授業開始。なんと体術に自信歴の攻撃をすべて受け流し逆に寸止めで一本を取ったのだ。なお一切魔法は使っていないぞ。フィジカルモンスターかな。すると体術に自信歴は懐きました。ちょろすぎー。あまりにもちょろかったので当然抱きついてきます。すると今度は魔力に自信歴が喧嘩を打ってきたぞ。これが私の全力全開、手動運、ドヤー。なお主人公はその倍の威力の魔法を打てる模様。もうこいつが魔王になればよくね。魔力も肉体も両方上とか万能人間かな。そんな感じで生徒たちからの信頼を雑に集めつつ第一巻が終わりましたね。おろろ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 ろ
少年誌なら10周打ち切り間違いなし、いかんせん主人公を含めて人間性というものが一切入っていないんですよね。実際まともな作品を作るってなるとこの主人公のように何でも完璧にこなせちゃうよ。っていうのは、普通に悪手なんですよね。生徒一人一人が体術やら魔術やらで個性をつけているっぽいのに、それを両方持っている完全上位互換として主人公を設定してしまうのは、逆に彼女たちが主人公の劣化品となり、つまり没個性につながってしまいますからね。この話でやるなら、主人公の能力自体は彼女たちに劣るが、人生経験と理論的解釈によって、それぞれの能力に特化した彼女たちを部分的に上回るとかにした方がいいと思います。だってそうじゃないと、あいつは才能があるな。とか言った時に、なお主人公の方が上である、という論調が成立してしまうので、ただのおままごとになってしまうんですよね。そのあたりはとりあえず主人公を最強にしがちなクソなローの煽りを完全に受けていると言えますね。総評ですが、くっそつまんねえ。表紙と中身の絵のギャップもひどくて正しく地雷、ですね。各キャラの設定レベルからクソなローの煽りを受けまくっている上、話の流れ自体も、チンピラ貴族教師くんみたいにクソなローのそれそのままなので、クソなローラブコメごっこという、そんな形容が似合うのではないでしょうか。ポテンシャルはありますが作者が全部潰してますね。最後に漫画家ですが、減ったクソですね。女キャラが多いのに女キャラが可愛くないし、主人公も絶妙に気持ち悪い表情をしていて、しかも小回りもなんかおかしくて低品質ですね。それでは今回レビューしました地雷。魔王令嬢の教育係、勇者学院を追放された平民教師は魔王の娘たちの家庭教師となる。普通にくっそつまらないので一度手に取ってみてはいかがでしょうか。以上です。ほな、また。